はい、どうもシーバーチャンネル TV 神庵です。今回も無双オロチ2アルティメットゲームプレイやっていきたいと思います。さあ、まずは加工派に話しかけていきましょう。息子と一緒に戦えるなんてな、親としてこんなに嬉しいことはね。へえ、じゃあ次の戦俺が見せ場をもらってもいいよね。言うな息子、できるもんならやってみな。さあ、というわけで後陣に進んでいきます。こちら、戦場選択第2章、姉川潜入戦。小田原城を巡る攻防の後、姉川に張られた妖魔軍の陣、その中では平の清盛が邪法の儀式を進めつつあった。消耗した戦力を回復しようとしていたのである。いち早く異変を察知したのは異界の忍び竜はやぶさ。彼は敵の企てを阻むため姉川へと駆けた。途中同じく異変に気づいた佐治弁慶が合流。三人は連携を訳し、共に姉川の地へと踏み入った。時代を超えて巡り合った三人の英雄が、今、邪法の砦に挑む。あの摩天楼がなぜここに？ここは一体どこなんだ？この世界じゃ俺様の方が先輩だから、後輩のお前に教えてやろうじゃねえか。ここは、オロチって野郎が作り出した世界だ。俺様が知ってるのは以上だ。この先に感じる滅すべき邪気はそのオロチのものか。この邪気は清盛のもの。しかし滅びしオロチの気配も感じられ、小生はその源を止めるためここを訪れた。ついてくるかね、異界の客人よ。わかった、この世界の邪を断つため共に行こう。戦闘開始。戦うため磨いてきた血がある。清盛が自分の強化を行っておる。ならば他の者がこもる砦を。さあ、奥に進んでいきます。さあ、続いてこちら、花光炎の無双発動。最下孫一の無双発動。オロチアラミタマソワガオン、オロチアラミタマソワ
完了。見事な技よ、異界の客人。見つけたぜ、清盛。合体無双発動。さあ平の清盛を撃破していきましょう。一時撤退した模様。さあこちらに進んでまいりました。大したものだ。だいぶ慣れてきたぜ。こんな感じだろ。行ってみっか。味方が次々に追ってるんだね。Yeah!
めたし、解散するか。俺が助けてくれたんだ。一生行ってみっか。よくやった。大したものだ。序書の無双発動。さあ続いてこちらにやってまいりました。
た門が開きました。今度こそ平の清盛撃破していきましょう。レベルアップ。勝利でございます。清盛と孫悟空め、おかしな術を使いやがって。まあ、俺様にかかれば、あんな術を解くなんて朝飯前だけどね。お救いいただき、ありがとうございました。まだ多くの同胞が術に操られているようだ。皆の疑心を呼び起こし、解放せねば。邪悪なものを撃つことが俺の使命。平の清盛を撃つならば、協力しよう。清盛の妖力は強大だが、故に追いやすい。小生が導こう。うまくいってよかったよ。武器獲得。というわけで、今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、神庵でした。バイバイ。